どうも、ドライドです。今回のコマンド講座応用編として、新エクゼキュートコマンドを使ったスプラトゥーンっぽいコマンドで、縄張りバトルの結果を%で出す方法について紹介いたします。前回、縄張りの数の計算をしていましたが、これを%表記で表示する方法です。そして、バージョン 1.19.50 から、新エクゼキュートコマンドが正式に実装され、今後のクリエイター機能なしで使えるようになりました。今回はほぼ計算なので、計算方法について紹介いたします。まず割合の出し方として、赤縄張りを出す場合は、赤縄張り割るステージのブロックで、赤縄張りの割合を出すことができます。例えば全体のブロックが800ブロックあるとして、426ブロック赤縄張りにした場合、426÷800 イコール 0.5325 で、全体の 53.2% が赤縄張りになります。青縄張りも同じようにして、312ブロックあるとして、312÷800 イコール 0.39 で、全体の 39.0% が青縄張りとなります。このように全体の何%が縄張りかというのを出しますが、スコアボードは小数点が使えません。では、マイクラのスコアボードでの計算方法を紹介いたします。今回は小数点第1位まで出すので、最初に線をかけます。赤縄張りと青縄張りを線でかけます。こうすることで、小数点第1位まで整数として表示されます。小数点第2位は切り捨てになります。次に赤縄張りと青縄張りをそれぞれ線でかけた数値に全体のブロックで割ります。こうすることで整数値に先ほどの小数点第1位までがスコアに入ります。次に%の整数値と小数点に分けます。赤縄張りの場合は 53.2% で、53を出す場合は10で割ることで出すことができます。小数点は10で割ってその余りが2になります。それを整数のスコアと小数点のスコアに入れます。青縄張りも同じようにやります。これで%の整数と小数点を出すことができます。これでコマンドでやっていきます。それでは今の計算方法をコマンドでやっていきます。前回の縄張りの動画の続きとなります。こちらをまだ見ていない方は必ず見てください。では、その続きのコマンドを紹介する前に準備をします。今回は線でかけたり、10で割ったり割った余りを出すので、縄張りのスコアを事前に追加します。スコアボード、プレイヤーズセット、%、縄張り、1000。%に1000の数値を入れ、スコアボード、プレイヤーズセット、%2、縄張り、10。%2 に10の数値を入れます。では、コマンドブロックの説明をいたします。まず、ステージ全体のブロック数を計算します。スコアボード、プレイヤーズセット、全縄張り、縄割り、0で、一度リセットします。次にステージ全体のブロックを計算するコマンドで、execute as at e type イコール armor stand name イコール縄張り1 at s run スコアボードプレイヤーズ add 全縄張り縄張り1。前回の動画で紹介した縄張り用の防具立ての数を全部出します。今回は全部で400ブロックあります。次に赤縄張りの数を線でかけます。スコアボード、プレイヤーズ、オペレーション、赤縄張り、縄張り、アスタリスクイコール、%縄張り。線でかけて小数点第1位まで整数で出すためにやります。次に赤縄張りを全体のブロックで割ります。スコアボード、プレイヤーズ、オペレーション、赤縄張り、縄張り、スラッシュイコール、全縄張り、縄張り。これで赤縄張りが全体の何%かというのが小数点第1位まで整数として表示されます。今回は470となります。次に%を整数値と小数点で分けます。まず小数点にも分けるので、新たに赤縄張り小を作り、それに赤縄張りと同じ数値を入れます。スコアボード、プレイヤーズ、オペレーション、赤縄張り小縄張りイコール赤縄張り縄張り。これで赤縄張りと同じ数値が赤縄張り小にも入ります。次に赤縄割りにパーセントの整数を入れるので10で割ります。スコアボードプレイヤーズオペレーション赤縄割り縄割りスラッシュイコールパーセント2縄割り。これで 47.0% の47が赤縄張りに入ります。最後に赤縄張り小を10で割って余りを出します。スコアボードプレイヤーズオペレーション赤縄張り小縄張りパーセントイコールパーセント2縄張り。これで 47.0% の0が赤縄張り小に入ります。あとは青縄張りも同じように計算すれば、縄張りの小数点第1位までのパーセント表記が可能となります。これが縄張りバトルの計算方法です。最後にブロック設置をしており、こちらのリピートのコマンドブロックを実行するようにレッドストーンブロックを設置します。こちらのコマンドはアクションバーにパーセント表記で常に表示するために行います。こちらのコマンドが大事になりますが、コマンドの内容が長いです。まずはコマンドを紹介いたします。タイトルロー、@A、アクションバー、ローテキスト、テキスト、セクション C、赤チーム、コロン、スコア、ネーム、赤縄張り、オブジェクティブ、縄張り、テキスト、ドット、スコア、ネーム、赤縄張り、小、オブジェクティブ、縄張り、テキスト、パーセント、セクション R、縦線、セクション B、スコア、ネーム、青縄張り、オブジェクティブ、縄張り、テキスト、ドット、スコア、ネーム、青縄張り、小、オブジェクティブ、縄張り、テキスト、パーセント、コロン、青チーム。アクションバーを見ながら、どれがどの部分か説明いたします。まず、セクション C、赤チーム、コロンは、ここの部分で赤い文字で表示するようにして、スコアの赤縄張りはここの整数値、小数点との間にドットを入れるようにし、次に小数点の数値を入れます。テキストでパーセントを入れて、縦線は白色に戻し、青縄張りの色は水色にしました。そして青縄張りの整数値を入れて、ドットを入れて小数点を入れます。最後にパーセントに青チームと入れることで、このような感じで小数点第1位まで表示することができるようになります。皆さんも全体の何パーセントという計算をするときは、このような方法を使ってみてください。以上、統合版マインクラフトコマンド講座応用編として、スプラトゥーンっぽいコマンドで縄張りバトルの結果をパーセント表記で出す方法を紹介いたしました。よかったら参考にしてください。今回はほぼ算数の授業でしたね。スコアの小数点が使えないため、このような方法で処理をする必要があります。今回の縄張りバトル以外にも、この計算方法は使えるのでガンガン使ってください。こちらはスイッチ版 iOS、Android、Win10 版の PC、Xbox 版 PS4 でも使えます。それでは以上で終了いたします。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。